しまえんチャンネルでは企業案件大募集しています。飲食店向けに動画で PR してほしい人、 CM の最後に PR 動画を入れてほしい人、単発でしまえんコンサルに来てほしい人など、概要欄からお問い合わせください。人がいないと人が呼ぶって不可能しかしない。うん、やめて。コラボもちょこちょこいるんだけど。いや、分かるよ分かるよ分かるけど、ただそんなエリアじゃないから。ああ、大丈夫。今からどこ行くんですか。サロンメンバーとご飯です。今日は僕が無理言って福岡の店8軒ぐらい回りたいというところで、こちらね、動画にも出ていただいている長谷川さんがセレクトしたお店を回るということで、うん、そうですね。今回は長谷ね、福岡のサロンメンバーの一応支部長やってもらってて、日頃お世話になってるんで、特別に1対1で飲もうということで今日はお送りします。じゃあ行きましょう。はい、あそこです。福岡支部支部長やらせてもらってます、長谷川と申します。よろしくお願いします。お疲れ様です。ごちそうさまでした。いやめっちゃ美味しかったですね。めっちゃ高かった。そんな高くないっす。いいよ、ハセいつもお世話になってるから。ありがとう。ありがとうございます。サロンメンバーの中でハセ大好きやから。こんな感じにご飯食べることまあないっすもんね。長らく長らく。めっちゃいいなぁ。これなんすか。これお酒なんすか。そうですね、ヒレ酒みたいに、まあ、出汁が。これ何の魚ですか。あ、アジです。はいよ。乾杯。乾杯乾杯。はい。うん、抜群。はい、お客様のお茶にです。すごすごいいね。エビ巻き、エビ巻き実食。これうまい。プリプリ。豚の焦げた感じと中のエビのプリプリ感が。見てください、この裏の顔。感情のない。うわすげえ。明太のせ大トロイワシです。おー、トロイワシ。すごこれ。油うまいな。ありがとうございます。ありがとうございました。いってらっしゃい。どうでした今日、長谷川さん。 ありがとうございます、本当に。ご案内ありがとうございます。でも前も言ったけど、マジね、福岡すごいよ。暑い。東京の次に行けてる人が多いし、サロンメンバーのみんな優秀やん。皆さん優秀なんですけど、特に優秀なのが福岡ですよ。皆さんマジで勉強した方がいい、サロンメンバー特に。今日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ナス、あざす。今日は一軒 YouTube 撮影ということで。そうやね、一軒目がおりちゃんつってね、はい、すごい元気のいい子で、こちらラーメンっていうラーメン屋さんを博多からちょっと離れたところでやってるんやけど、どうやら火事になったということで、それはね、いろいろ悩み聞く予定やってんけど、まあ一旦話しましょうということで行きます。2軒目が前回のオフ会でぜひ来てほしいって言われた焼肉屋さんをやりながら昼ラーメン提供してるやったかな。そうですね。その方のとこ行ってコンサルということでございます。そして終わってからここでオフ会と。はい、よろしくお願いします。はい。おー、なんかすごい場所っすね。めっちゃいいやん。すげえ、船もある。面白い。博多駅から大体30分弱ぐらいかかりましたかね。うん、ゴリちゃんです、サロンメンバー。はい、麺屋ゴリラの近藤と申します。よろしくお願いします。近藤さん、すごい場所やね。すごい場所です。うん、うちはなんかいい感じ、はい、空気もいいしね。一応ここ福岡市なんですよ。うん、あ、そうなんです。のレジャースポットみたいな、うん、海があって、山もあって、あと水族館あって、あとプールとか、あ、そうなんや。動物園みたいなのもあるんですよ。めっちゃいいやん。米軍基地があったところに国営の公園があって。へえ、めっちゃいいやん。ただ人口は少ないです。
少ないんで、かなり田舎でっていう形で、もともと屋台をやってて、キッチンカー屋台みたいな、キッチンカー屋台をどこでやってたんだっけ、はい、カシーっていう福岡市東区の町です、うん、そっちはそこそこ都会なところなんで、うんうん、でそこで人気になって売れて、はい、こっちに移転してきたと。これ地元なんで。地元は。はい。こっちに移転してきて、どれぐらい経ったんですか。今、1年半ぐらいです。1年半。はい。売上も良くなった。よくは、あ、そうですね。もう屋台みたいな。はい。で、まだ。おー。え、元からこれ。いや、ここは畳だったんですよ。畳で、小上がりだったんですけど、火事で、まあ、言ったら全部売れて。あー。で、匂いに一緒についてたから、フローリングしようと思って。あー。どこが前だ？この天井です。まあ、ここ築90年とかなんですよ。ダクトの熱で油。え、ダクトの熱で？金網なんですけど、ここ毎週僕週間掃除で、掃除してる。それを水バーってやったらここら辺がもうめちゃめちゃなって、はい、バーナーでこうバーって炙って回してこう落とすんです、はいはいはい。それをやるんですけど、ここの熱が上がるじゃないですか。それがこの上に引火したんじゃないのかな。だから営業中、それ終わって営業してお客様がいて普通に食べれて誰も気づかない状態でいきなりこの感染が切れて、あれと思って外に行ったら煙が出てる、だから天井裏が燃えてるんです。ほうほうほう。ここら辺が全部わー。ただここの金が登記されてなくて、僕が最初調べた時に登記されてなかったら火災保険入れないっていうことを思ってて、はい、入ってなくて、おうわ、だからちょっと今プラファンじゃないんですけど、ベースでプラファンみたいなことやって資金を集めて、あと当てる、200万まではいってないんですけど、インスタでお客様とかだけなんですけど、お見舞い金で100万。すごい。いやー、ただやっぱゴリちゃんがいろいろやってたじゃないですか、ゴッチャー券っていうね、はい、子供がタダで食べれる企画とかそういうのもやってたから、今までの信用があるからこういうふうに困った時にね助けてくれるんですよ。実際に何もかかってたの、それぐらいで、一応今180ぐらいでまだ買われてて、知り合いのお店5店舗ぐらいから今から募金してくれてる、チャリティーイベントみたいな、クラブでイベントみたいなのもやってくれてますので、それも200何十万かなった時はかかった費用の余った分は全部お持ち上げに買えます。ああ、なるほどね。それなんか今日現在ね、オフ会で募金というか買い付けみたいな今作ってる、多分何もいっぱい買い付けるみたいな感じで作ってるんですけどとか、焼き豚焼いても店役だっていうステッカーを作ってそれも売ってるのと、いいね、すごいね。でもこういうのって大体落ち込むやん、それちゃんとプラスに転換してね、いろいろやられてるのは、はい、メインがこのね、はい、これは家系と博多の細麺なんですけど、でも鶏油が入って豚骨で豚骨醤油でっていう、あ、いいよいいよ。で2番人気はこのジェノバペースト入ったやつなんです。あと油そばの、じゃあご飯食べながらいろいろ聞きましょうか、はい、おすすめのご飯屋さんが、はい、金ドックティーあるんです。金ドックティー、はい、ということで大変やね、ほんま。はい、でもいろいろ商売を助けてくれたんで、うん、まあいろいろあったけど、僕が今までやってきたことが間違いじゃなかったなってことを、確かに心が温かくなって、もっともっと頑張ろうと思います。確かにね、はい、こっからさらにね、そうですね、助けてくれた人たちのためにも恩返し、さらに恩返し考えるとね、もう僕が頑張るのが恩返しだと思って、いただきます。いただきます。あらさらす、あっ、うまっ。フライゼロでお送りしてるんですけども、もともとはほんなら俺がゴンザル来るって言ってた時に何か悩みがあったってこと。この土地柄ですね、うん、雨降った時と平日と週末のやっぱかなり差が激しい、うんうん、ブレがね、はい、あとは夏がやっぱもうここはレジャースポットなので、うん、すごいんですよね、人が。なので夏と冬で半分ぐらいになるんで、そんなに変わります、この1年間結構いろいろいっぱい試してきたんで、うん、一番最初はアサラをやったんですよ、うん、漁師いたりとか、あー、なるほどね、まあ、サーフィンする人とかいるんで、うん、まあ、半年間は絶対やろうっていうので半年してみて、うん、あんまりダメだったんで今夜を客に伸ばして、現状は儲かってるんですか。もそうですね、一番いい時で400ぐらい。え、そうなの、すごっ。でも落ちたら200ぐらいになる。でもそれが季節指数っていうんだけど、はい、季節によって落ちるっていうのは仕方ないと思うんで、まあ、それをだから一旦慣らして予算とか組んでった方がいいかなと思うんで、はい、人がいない時に人が呼ぶって不可能に近いことだから、うん、言い方悪いけど諦めるというか、はい、ある程度のところでいいよねっていう感じでやって、売りが高い時により取っていくっていうのはやった方がいいかなと思うんだけど、はい、
夏場やったらほんなら400本ぐらい。ただその時は店長をつけてて交代で休んでたらもう30日間空けてたんですよ。今はもう僕一人なんで週1休んでるのと、あとは中締めもしてるんで、そこで売り上げがちょっと下がってるっていうのがあるので、人さえ揃えばフルで開けてって、開けることができたら売り上げも立ってるんですよ。そうですね、採用も今回やろうとしてるのは島屋さんがやってるみたいにアルバイトで回すお店を作るっていうので、時給をとにかくここら辺で一番にしようっていうのをやって、それで今数字を組み立ててるんですけど、その時に僕がいないってなった時にやっぱ冬の売り上げだと厳しいなっていうところがあるんで、そのためにどう売り上げを取っていくかっていう、一つは地元の人たちをもっと来てもらうためにやるのと、あとは価値を落とさず遠くから来てもらうっていうのがその場所なんで、今も7、3ぐらいなんですよ。7がよそから来てて3が地元なんで、もっと地元の比率を上げれば安定すると思うんで。確かに。チラシを作っててポスティングを今度するんですけど、割引は地元割ってのはしても価値は落ちないと思うんで、やって地元の人たちに愛されるお店を作ってきてるので、いいと思う。そういった感じで今とりあえず一つはしようかなってのと、お茶券1年間で100万円売れたんですよ、これをもっと認知してもらって、地元の子供たちじゃなくて他のところからも来てるんで、その子たちがもっともっとこう広めてくれたりしてるんで、そういうのをもっと考えて今行動してると思います。さっき言ったチラシはすごいいいと思うから、はい、うちも最近直営店3店舗チラシ巻いてんけど、チラシって1000一って言われてて、はい、1000枚配って1枚買い切ったらいいよねっていうことで、今回内容が良かったからそれ以上買ってきてたのと、パーセントで言うと 1.7% ぐらいが返りとしてあって、はい、チラシを巻く理由としては、赤字で倒産しそうなラーメン屋助けます、愛の貧乏企画に応募希望者は概要欄まで、しまやんがなんと無料でプロデュース。チラシを巻く理由としては、もう一回新規客とまた来たことないお客さんの掘り起こしっていう意味で今やってるんですけど、ポスティング会社もあって、これ関西限定なんですけど、日本一高いポスティング会社っていうのがあって、そこが全部デザインとポスティングまで全部してくれて、どのエリアに何枚巻いたとか全部データでくれるんです。それもやっおかげか、まあ、ちょっと売り上げもまた盛り返していけたっていう現状があるから、 SNS でねみんな飛び動画で呼ぼうと思ってるんですけど、はい、本当に地元客っていうところを取っていかないと、比率で言ったら 5-5 ぐらいまで持っていきたいかなって感じは俺もしたから、実は冬の売り上げがちょっともう少し安定してくると思うんで、うん、一番最初にオープンの時にチラシ自分たちで全部回って配った時の帰りが20分ぐらい、すごい、いいじゃん、終わってるやん、まだ頑張りたいです。店舗展開は最初からの目標でやってるので、今人で売ってるのがちょっと店舗展開に向いてないなっていうのは思ってて、そこのなんか目標と、それはねあんま関係ないかなと思って、だって俺もそうや、しまやんっていう分出まくってるわけか、でも店舗売り上げは上がってるわけだ、自分が広告塔となってこうやって困ったらみんな助けてくれるっていうところは実績としてあるわけやから、はい、それそれでやったらいいし、店舗は店舗で運営してるし、ゴリちゃんの店やったらほんまのファンやったらゴリちゃんがいなくても食べに行ってくれるし、はい、そこはあんま気にせんでいいかなっていうところやけど、店舗展開含め営業時間伸ばすにしろやっぱり採用と教育っていうところはこれからの課題かなっていうところになるんけど、ってなった時になんかまあこういうエリアで気になるのはどうやって採用していくんだろう、まあ、言うたら若い子がいないとかね、まあ、いろんな問題あると思うけど、そこはなんか今のところ一回もやったことなくて、だから全部お客様なんですよ、お客さんが僕の雰囲気も分かってくれてるんで、あ、すごい良くて、いいね、ただそれも結局限定的なんで、なんで限定的なの、限定的っていうか店舗展開をやるってなった時にそれは機能しないんじゃないかなと思ったんで、いやそんなことないよ、本当ですね、うん、とりあえずはまあゴリちゃんが抜けるために人を採用して、まあ、その人だけやっていく、マックス売り上げはここで作っていった方がいいから、さっきのちょっと気になったのは朝ラーメンの需要はあったけど売り上げ伸びひんかったっていうところに関しては、あうわうまそう、めっちゃいいなこんなところで食べるのね、金属っていうのはウインナーじゃないんです、これステーキとイカフリッターだけです、え、イカフリッターとステーキが交互に入ってるんですけど、サダイがいただきます、サダイはこちらの、はい、サチマルさんの、サチマルさんの、シマルさん、うわ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 、うん、めっちゃうまい、シカシマのサダイがもう結構有名なんで、あとワカメ、ワカメと、うん、で続きまして、うま、キンインドッグいただきます、うん、うまいな、面白いね食感も、はい、イカとステーキじゃ、パンも美味しいね、さっきの話で言うと朝ラーメンやめて、はい、すごいもったいないなって思って、うんうん、僕がきつかったのもあるんですけど、うん、平均3人とか、え、4人とか
朝の漁師さんっていうのは何時に仕事終わりなの？聞いたら3時とか4時とか。早いね。で、とにかくまあ認知もされてなかったなっていうのはあるんですけど。でもそれ土屋島くんやったらそういうタイミングで参った方がよくて、商品一部リニューアルとか営業時間伸びましたとか、そういうタイミングでやった方が来てくれやすさは上がるかなと思うから、東のデザインもねすごい大事なんだよ。全部ちょっともう僕はもう自分でやってるので、ゴリちゃんから今島屋さんにこういうとこ手伝ってほしいとか、こういうの協力してほしいとかってあるんですか？本当はうちのラーメン食べてほしかったです、いつぐらいリニューアルというか夏頭ぐらいなんで、うん、ちょっとまだいつ終わるかっていうのは見えてないんですけど、まあいうように結構天井もできたし、屋根もできたんで、あとは塗装とクロスと清掃と、まだ機会ね、そういったら夏休みに行きます。家族で旅行がてら行きます。いやでもいつまで販売するの？いや今はまだやってるんですけど、まだ全然決めてなくて、そのリンクね概要欄に貼らせていただくんで、ぜひ皆さん、はい、興味ある方チェックの方よろしくお願いします。6個はちょっと多いよ。今780円なんですよ。ジェノバが990円なんですけど、博多のラーメンなんで、1000円の壁とかもあって780円でも高いって言われてる状況で、僕はでもちょっと上げようと思ってこの金額。いいやん、はい、博多って歌ってないの？博多豚骨醤油で歌ってます。やめたよ。やめますね、はい、うちも直営で必死の製麺所っていうのはあるんだけど、つけ麺とラーメンがあって、つけ麺は太麺で、ラーメンの方はもう30秒の茹で時間の麺しか使えないから、はい、でも家系が人気やったから、どうしたかって言ったらバリカタ家系っていう名前で限定で出したら構成比でもうでかずも2位ぐらいになって、めちゃくちゃ人気だったから、バリカタ家系でやっても誰も家系じゃないと思う、何も言わないし、はいはい、それで950円で売ってるけどよう売れてるから、この辺競合もないし、競合がないです、はい、だからもう全然950円でも1000円でも売れるよ。チンタンも置いたらいいんじゃない？なんか思ったのはここもそうやけど、サザエも食べてホットドッグも食べてアイスもあってっていう、楽しいやんそれだけで、はい、ワクワクするのか、そういう層も多いと思うよな。豚骨だけ食べたいっていう人ってやっぱ間口狭めちゃうから、はい、ゴリちゃんの店はある程度何でもある店でも売り方としては別にいいんじゃないのっていうのは思った。チンタン置けばこの辺のね年配の人も食べれるようになるやろうし、うちも年配の人向けと子供ら向けにかけあごそばって言って麺とスープだけのあごだしのラーメンやってるけど、よう出るよやっぱり。じいちゃんばあちゃんからしたらめっちゃ喜ばれる。わてらもそんなチャーシューとか食われへんかな、ちょうどええわ言うて、よいしょいますね。そうそうそう、だからそれをメニューで置いたりとか、ある程度バリエーションあってもいいんじゃないかなって。こう僕の価値作りの一つとして、豚骨醤油専門でやろうっていう、コラボもなんかちょこちょこいろんなとこやってる。いや分かるよ分かるよ分かるけど、ただそんなエリアじゃないけど、それは都心部の戦い方やから、はい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 、だうちで言うと西宮の山奥にあるダッシュと麺っていう店は20種類か30種類ぐらいあるから、はい、ラーメンの種類。それはやっぱりファミリー層が多いから選べる楽しさっていうところを作ろうっていうので、まあ、そういうのやってるから。あとサイドメニューも一番多いもんね、そこの店は。居酒屋メニューも夜やってるんで、こうあるのと、あとはラーメンも僕はもうメインが豚骨醤油とジェノバと油そば3つあって、あとは揚げ餅が入った力豚骨醤油とかなんですけど、ありすぎるなって思って、逆に減らさなくちゃいけないのかなって、もうちょっと分かりやすくしたもんね。豚骨醤油でももうちょっと種類増やすとか、豚骨醤油味玉入り、豚骨醤油わかめ入りとか言ったら、そのいい海のもんが入るわけやんか。うちで言うとアゴだしラーメンにわかめ入れたりとかも全然ありやと思うよ。はい、アゴってこっち有名やんね、トビウオ。そうですね、この前魚介豚骨醤油で赤目っていう海藻を合わせたラーメンをして、それ期間限定だったんですけど、かなり好評だったと思います。でもチンタンは置いた方がね、男性ある程度その間口広げてる。チンタンもあります、かけラーメンもあります、豚骨醤油もあります。価値が減らないんですか？減らへん。いやでもそれが価値提供だな。いろんなもんがあるっていうことも価値提供やから。それが俺はなんであかんって言うてるかっていうと、それは大手の戦い方やから。大手は種類が多い方がいいし、コストを下げることが得意なわけだから、個人店でそれやっちゃうと大手と一緒のフィールドで戦っちゃうからダメだよ、だから尖りましょうねっていう話をしてんねんけど、ただこのエリアで言うとそういったところがないんであれば、ゴリちゃんがやってあげたら、この周りの人たちからしたらそれが価値提供になる。遠くから来る人たちに対してもその価値が落ちるってことはないの？だって海行くやんか、ある程度何人かに乗りやすい意見かってなったら、やっぱり俺とんこつやって言われたらもうなくなっちゃうわけ。そうですね豚骨以外もありますよ、混ぜそばもありますし、やれば一つ間口としても広いし、いろいろ拾えるんじゃないかなっていうのは思ってるから。いや全然僕には考えつかないことだったんで、一回やってみます。
だそのリニューアルのタイミングでやった方がいいもんね。リニューアルのタイミングでもう公言してしまったんですけど、店焼いたんで焼きラーメンやりますって言ったんですよ、期間限定で。そんなのは全然いいと思うけど、まあ、そういうのは機械限定でやりながら、チンタンは絶対多いと思う。はい、これからちょっとずつリニューアルして、はい、まあ、焼けたことをね、プラスに捉えてはるんで、ゴリちゃんの店どうなったか、また8月に僕が来てね、はい、見ていきたいと思います。本当よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと明日宮崎なんで。おい、さっき見たらちゃんとおめでとうございます。10万人超えてた。9万人超えてました。おはようございます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 。じゃあ8月ゴリちゃんとこ行くんで待ってます。おいしいラーメン作ってきます。またお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝のメンバーもね、本当に仲良くなって。じゃあ明日、ね、朝宮崎入るんでまたお願いします。千葉への公式 LINE を登録するだけで豪華8大特典プレゼント中。1つ目、今すぐ売り上げを倍にする方法動画5000。売り上げに困っているお店は必ず見てください。2つ目、リピーターを増やすために明日からできること動画5000。リピーターを増やしたいならこの動画を見てください。3つ目、千葉やんが感動したラーメン屋の動画。4つ目、ラーメン屋独立したい人が最初にやるべきこと動画。5つ目、今すぐ使える千葉やんの会社のチェックリスト3つ大公開。ほんまは公開したくないんですが、皆さんのために公開します。6つ目、 YouTube 未公開千葉やんの知られざる過去動画。1時間の動画ですが、千葉やんが今まで YouTube に語らなかった本音を話しております。見ないで。7つ目、これもあまり公開したくないんですが、ラーメンの種類別スープ濃度塩分濃度を公開しています。8つ目、初公開千葉やんの人生が変わったおすすめのベスト本、こちらをぜひ見てみてください。これらの特典は完全無料です。 YouTube の下の概要欄から10秒でゲットできるので、ぜひ皆さん登録してみてください。